幸せ気分笹田幸恵村森出版42ページ毎日あるよねえそういえば毎日必ず嬉しいことってあるよね今日は友達と話してて楽しかったし昨日は女っ子が泣かずに保育園行ったしその前は 季はずれのグイスの声を聞いたしその前は、ちっぽけだけど毎日嬉しいことがあるのちっぽけだけど私にとってはすごく大きな幸せなの毎日必ずあるの毎日ってところがまた楽しいの毎日ってところがまた嬉しいの 毎日嬉しいことがあるんじゃなくって、嬉しいことを感じられるの。ちゃんと見つけられるの。私。毎日楽しいこと見つけてますか感じてますか小さな幸せ、喜びを大きくしていますか消していませんか 探すことを諦めていませんかたとえ悲しいことがあっても、一日中に、一日の中にいくつも嬉しいことがちゃんとあるから大丈夫だよ。悲しいだけの一日なんてないんだよ。私明日もちっぽけな幸せを大きくして過ごします。 ゆっくり、あなたの周りはゆっくり時間が流れているねと言ってくださった方がいます。ゆっくりという言葉が、ゆっくりという言葉は好きです。みんな同じ24時間だけど、行動や心によってゆっくりとした時間の流れって作ることができるんだなって思いました。 ゆっくり歩くといろんなことに気づいたり立ち止まることで小さな幸せを見つけて心が温かくなったり小さな頃の気持ちに戻って優しくなったり明るい未来を感じたりみんなそれぞれ自分の流れを持っていると思います。これからも、 私は私の流れの中でゆっくりとした時間を過ごしていこうと思います。感動私は仕事をしていないし学生でもありません。そういう私を大抵の人は退屈だねと言います。 退屈って何も感動しないことなんだよ。私は違うよ。毎日いろんなことに感動してる。今日だって感動したよ。私の心って結構忙しいんだから。いくら忙しそうに仕事してても、学校で勉強しても何も感動がなかったり、 本を読んでもお花見ても楽しくても、面白くてもそして悩むようなことがあっても何も感じないとそれを退屈って言うんだよ。私の人生は決して退屈ではありません。今日も明日もあさっても素敵な感動いっぱいするよ。 私、忙しいんだから。思うままにどうぞ。やってみたいことはやっていいと思うよ。見たいものは見てもいいと思うよ。食べたいものは食べていいと思うよ。知りたいことは知ってもいいと思うよ。 行きたいところには行ってもいいと思うよ。眠たい時は眠ってもいいと思うよ。やってみたいことはやっていいと思うよ。誰がダメって言ったの言ってないよ。素敵な発見 少しある足が悪くなっただけなのに、ただそれだけのことなのに、生きることまでが大変になってきました。やりたいこと、見たいもの、行きたいところ、会いたい人、考えたいことなど、いっぱいあるけど、すべてを後にして、今はとにかく、 生きることに専念しようと決めました。でも無意識のうちに人に会ったり考えたいことを考えたり見たり聞いたり言ったりしていました。あれ私後にしようって言ってることしてるって思いました。私にとっての 生きることってあったり考えたり結局は力を入れて生きるということをしなくても自然といつものように過ごすことが最大の生きることだったみたい素敵な発見でしょ「伝える相手」。 私の手紙を読んで涙が出たと言ってくださった方がいます。感動してくださった方、ありがとうと言ってくださった方、私と考え方が違うと言ってくださった方、嫌と言ってくださった方、すべて嬉しくてたまりません。ありがとうと言われたのが嬉しいのではなく、 私が感じたことを伝える相手がいる。そしてそれを読み取ってくれる相手がいる。そのことが嬉しくてたまらないのです。お互いの心が通じているというのが嬉しい。私の分を見て嫌な気分になったとか私と考え方が違うと言ってくださるのも嬉しい。だって 嫌だと感じてそれを伝えてくるのってやっぱりお互いの心が通じたからだと思う通じたからだと思うのです考え方が違うなら私も考え方変えてみてみたい私を知らないうちに傷つけてることだってあるはいごめんなさい人を知らないうちに傷つけてることだってある 知らないうちっていうのは人に教えてもらわなければ気づかないので教えてほしい。嬉しい。ありがとう。違うよ。いや。涙すべてその人と心が通じた瞬間だと思う。感じたこと私に教えてください。 この本が私だけの一方通行にならずあなたに通じるといいな今日は春。あまりにも忙しかったり急に生活が変わったりすると「今日は何日だったかな?」とか「あれもう木曜日だ」とかということが。 誰でもあると思います私もあります。今日は何日だったかなーって。でも最近なんと今は何月だったかなーというふうに月を知らずに過ごしたことがありました。日にちならともかく月を忘れるなんてすごいもの忘れだなと思っていたのです。 でもよく考えたら私忘れる前に今日は何月か知らなかったのですあまり月や日を気にしない生活をしているから月を知らなくてもあまり困らないのでカレンダーは見ていたけど何月か頭に入ってなかったみたいでも私今は 春と夏とか秋と冬という風うに季節で時を感じるようになりました。今日は何月何日と聞かれたら今日は春と答えます。これ割と気に入ってます。 ただの好き。私には好きなものがたくさんあります。本が好き。でも、毎日読んでるわけでもない。コーヒーが好き。でも、一日何杯も飲まないし、飲まない日もある。 お花が好き。でも、名前全然知らない。ms、病名が好き。でも、あまり詳しく知らない。空、雲が好き。でも、雲が西から東へ移動するって最近知ったし。 雲の種類も知らない。私の好きは深く知ることではないのです。ただ単純に好きなのです。それに好きなものって何も知らなくても、ただ存在するだけで嬉しくなるし、ほっとします。もっと 深く知れば知るほど好きが増すかもしれない。でも私このただの好きが大好きなんだなあ。ありがとうございました。